古田茂成。古田茂成は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、茶人。千利休と共に茶の湯を体制し、茶器、解析具製作、建築、策定などにわたって、織部好みと呼ばれる大流行を、安土桃山時代から江戸時代前期にもたらした。一般的には、茶人、古田織部として知られる。織部の名は、壮年期に、十五位した。 折辺助の官位に助任されたことに由来している。折辺の神は自称と考えられている。ダンカフ、ケイズ産用においては、しげなり。署名は陰安。また手紙には、小織辺、古田オリベ古田織辺女、古田隆也と自称した。天文十二年、1543年、美の国の国人、古田朱毛安の弟、古田勘阿弥、シゲサダ属しげさだ、元属氏。 主前主下者だと解明したというの子として生まれ、後に、叔父、重義安の養子となったという。家門は三人寮。古田家府に、勘阿弥は、佐道の達人なりと記されていることから、重事かも父の訓導を受け武将としての経歴を歩みつつ、茶人としての強い思考性を持って成長したと推測される。しかし、松屋九十編の、佐道四祖伝書では、佐久間府関西。 信江からの伝文として、織部ははじめは茶の湯が大嫌いであったが、中川清秀にそそのかされて、上々の好き者になったと記されていいことや、従前の名が茶会期に初めて記録されるのが、天正11年、1583年の従前40歳の時とかなり遅いことから、若い頃は茶の湯に興味がなかったとする説がある。また、その吉永とのやりとりをまとめた。 佐藤長門織子大将では、どうして茶の湯に関わっているのだろうか。寒い大阪に行くのも施行するのも茶の湯のせいだと答えている。古田氏はもともと、美濃国の守護大名と騎士に仕えていたが、永禄九年、1567年、織田信長の美濃心中と共にその家臣として仕え、従前は使い番を務めた。翌年の信長の上落に従軍し、 摂津攻略に参加したことが記録に残っている。A61 年1569年に、摂津茨城城主、中川清秀の妹、仙と結婚。天正4年1576年には、山城国を特に愚痴をくせそう、現在の京都市南区の大官となった。天正6年1578年7月、織田信忠の針間上屋城攻めに、 使い版として、手柄を立て、同年11月に、荒木村重が、無本、有岡城の戦いを起こした際には、義兄の清秀を織田方に引き戻すのに成功する。その後も、橋場秀吉、後の豊臣秀吉の張り攻ぜめや、明智光秀の丹波攻め、黒井城の戦いなど、公衆性伐に清秀と共に従軍し、六高は三百貫と少ないながらも、武将として活動している。 信長氏後は秀吉に仕え、山崎の戦いの前に、中川清秀に、秀吉へ人質を出すことを認めさせたという逸話が、残る。天正十一年、1583年正月に、伊勢亀山城の滝川和正を攻め、同年4月の静ヶ岳の戦いでも、軍港を挙げる。この時、清秀が戦死したため、え前は、清秀の長男、秀政の後見役となり、 翌年の小牧、長久手の戦いや天正十三年、1585年の奇襲性抜、四国平定にも、秀政と共に出陣している。同年7月、秀吉が、関白になると、従前は、年来の功績を称され、従後医した、織部助に任ぜられた。この時、岐阜、重安の実施で議定に当たるへ続くを美野から呼び寄せ、長女、千を、 中川秀政の幼女とした上で目取らせ、中川家の家老としたという。この十、続くの子孫は、十前の生計が絶えた後も、中川氏の家臣として存続した。同年9月、秀政の貢献を免ぜられる。その後、九州平定、小田原征伐に参加し、文禄の役では、秀吉の交尾衆の一人として150人の兵士を、 引き連れ名古屋上等にの丸に大番主として泊まり、朝鮮には渡らなかったとみられる。天正十年、1582年から千利休の初簡二十前の名前、佐助が見える。この間に利休と知り合いで仕入りしたものと考えられ、後に利休七明に数えられている。天正十九年、1591年に、秀吉によって、 利休の追放が決まると利休と信仰のあった諸将が、秀吉をはばかって現れない中、従前と細川忠興、三歳のみが堂々と利休の見送りを行った。利休守護は天下一の茶人となった。慶長三年、1598年には、この面広に家督を譲ったとされるが、資料に確認できない。慶長五年、1600年9月の関ヶ原の、 戦いでは当軍に組みした。この時期の従前は茶の湯を通じて、朝廷、貴族、寺社、経済界と様々なつながりを持ち、全国の大名に多大な影響を与える存在であり、大公、秀吉の好きの和将、筆頭茶道、ついで二大将軍、徳川秀忠の茶の湯しな役にも抜擢されている。慶長20年、1615年。 大阪夏の陣の折二0前の重臣である木村宗起が豊臣氏に内通して経営の放火を企んだとされる疑いで京都諸市大の板倉勝重に捕らえられた。十四かも冬の陣の頃から豊臣氏と内通しており、徳川方の軍議の秘密を大阪城内へ藪みで知らせたなどの権利をかけられ、大阪落城後の6月11日、7月6日に切腹を命じられた。 従前はこれに対し、一言も釈明せずに自害したと言われる。去年七十三、早期も処刑されている。十二月に、この重広も、江戸で残首され、断下府、古武は断絶した。従前は、大徳寺玉林庵に葬られたが、現在の墓地は、三原院の墓域となっている。茶の湯の死である千里宮同様、江戸幕府の意向を無視することが少なくなく、 その影響力を幕府から危険視されていたことが背景にあったと考えられている。なお子供には、お広のほか、十、なお、前田利し家臣、小三郎、池田利隆家臣、茂げ黒九郎八、豊臣秀頼家臣、茂久、左近、徳川秀忠家臣がいた。十前の妻の隠居所が、西陣教聖寺の達中にあったといい。 そこには、江戸時代中期に建てられた、従前の墓の左右に、墓石が並んでいる。織部は千利休の、人と違うことをせよという教えを忠実に実行し、利休の正質さと対照的な動的で波長の美を確立させ、それを一つの流派に育て上げ、それは、織部流と言われた。職人や投稿らを多数抱え創作活動を競わせ、 自らはいわば茶の湯のコーディネーターとして、指導に当たった。茶の湯の弟子とされる人物には、小堀遠州、上田隆家、徳川秀忠、伊達政宗、佐竹義信、金森果重、佐久間正元、本阿弥光悦などがいる。織部好みの代表的な茶室に、籔内流の縁安、縁難がある。しかし、 初代剣中が作った織部好みの建物は1864年の浜栗五門の辺で消失し、現存の園案は見舞いとして有馬郡欠城村の麦江門邸から移築された写しのものである。作動書としては織部百貨城などを残している。弟子の大阪州岡村昇之助が記した古織伝というものもある。書家として オリベの書は左へ斜めにずれるのが特徴で、本編光悦に影響を与えたとする説もある。博多の合唱、神谷総丹は、オリベの茶碗を見たとき、その斬新さに驚き、瀬戸茶碗、筆見うなり、へうけものなりと、総丹日記に書いている。なお、オリベが用いた、波長の美の表現法に器をわざと壊して継ぎ合わせ、そこに生じる美を楽しむという方法があり。 その実例として、大きさを縮めるために茶碗を十字に断ち切って、漆で再接着た、大井戸茶碗名趣味別名十文字や、墨石を二つに断ち切った、流れ、縁語が挙げられる。織部について、加藤東九郎は、利休は、自然の中から美を見出した人だが作り出した人では、ない。織部は美を作り出した人で、芸術としての陶器は織部から始まっていると述べた。 沢真っ向沖や沢死月衆により以下のような逸話が伝わっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。